はい。おう。綺麗に飛ぶね。ダイソーグライダーで一番綺麗に飛んでるかも。全然平気だよ。超安定。ダイソーグライダー見たことないだろ。うん、こんな綺麗に飛ぶのは見たことない。いつもフラフラだもん、みんな。すげえ。ロンパス。初見でこれか。さすがだね。こういうの得意なんだよ。さすがセベロギーラ設計事務所エンジニアなんだよ。、うん、すごい綺麗に飛ぶ。これは傑作だね。低速性能、思いっきりちょっとゆっくり飛んでみて。最低速度性能。もう低速性能もいい。やっぱ翼面積増やさないとダメだ ね正解だね。お、素晴らしい素晴らしい。はい、じゃあ次、最高速性能。最高速で6発。今最高速。はい。あ、これだったら風に強いね。うん、うん、こういうのなら風あっても全然飛べるね。うん、いい、かなりいい。じゃあロール性能。うん、いい、綺麗綺麗綺麗。まあレートそんなに上げてないでしょ。本当だ、ね、それでもあんなに綺麗に回るなら。はい、次ループ。風を掴んでる感じするもん。うん、うん、いいね、いいね。バッテリーが分かんないんだよね、うん、どんくらい持つか。300だけど。着陸して測ってみる。じゃあランディング。これはハンドキャッチできんじゃない。ダイソーで一番飛ぶだろ。うん、うん、こんな綺麗に飛んの見たことない。いろいろ見たけど。確かに線の鏡、鏡。ナイス。はい、初飛行、素晴らしい。エンジニアの勝利だ。はい、ポーズ。ん？まっすぐだね。本当に綺麗に飛ぶね。じゃあちょっと高度を上げてスロットルオフでグライド性能をテスト。どこまで滑空するか。オフ。はい、今オフ。わあ、グライダーだね。素晴らしいね、スロットルオフ。うん、全然落ちてこないじゃん、高度。本当だ、すごい。もうちょっと低空でやっても大丈夫だね、これだったら。これはですよ。それリクエストですね。うん。今もうスロットルオフだよ。オフ？オッケーオッケー。そのまま降下させて。降りてこない。すごい浮く。こんな感じ。うん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 。俺鉄則だな。はやぶさにとる鉄則だな。なんかで俺ダイソーとかさ。うん、太陽とかでいいんじゃないの。他の機体いらねえ。じゃあちょうだい。これオフ？オフオフ。もう着陸するときは完全にグライドで降りれるじゃんね。グライドで降りれる、うん、すごい浮くね。
ちゃ運動性能いい。これグライダーだね。モーターグライダーだよね。むっちゃ運動性能いいよ。うん。テールロンも。うん。スネオのラジコンじゃないこれ。うん。ね。うん。スネオのラジコン。スネオ。スネオのラジコンだね。うん。じゃあちょっと垂直上低空から。あのローから入ってハイで垂直上昇の性能上昇力ハイレートクライブそういうことゆっくり入ってそうあーそっかジャイロ入れてるから垂直にはなんないね垂直いかないわ、うん、入れちゃうともう浮いちゃうよ、うん上昇力も申し分ないね。すごいね。むっちゃ飛ばしやすいよこれ、うん。初心者の練習にもいいかもしれない。いいかもね。これグライド？あ、モーターカットした。ん？何これ？バッテリー切れ？わかんない。さっきのあれ癖が出てる。あぶねえ。リンクが切れてる。あ、動いてる動いてる動いてるこれモーターカットがあるいやいいねすごいよく飛ぶこれ5万円つ、ね、めっちゃよく飛ぶこれちょっとローパスローパスからのハイレート三軸にして垂直上昇十分だね、これでもう1121で十分だよ、うん、これはもうスロットル節でからへぇ降りてこないねモーターカットでこんな感じうん、うん、いいしょすごいグライドしてるいいしょグライダーグライダー完璧じゃんこれはい、ドヤ顔